Oh!
お。Yeah!
아니지. いらっしゃいませ。
ありがとうございました。お、いらっしゃいませ。ありがとうございました。
うそ、あ、リオナちゃん、わけじゃなくて、通りかかったら偶然。大丈夫か？三つおは気持ち悪くないの？何を？やけど。そんなの全然だよ。そりゃディオナにとっては大きな悩みかもしれないけど。でもさ、ほら、俺なんて日焼けも火傷もしてないのに真っ黒なんだよ。その方がもっと変じゃない？ね？笑えない？ごめんね。どうしたの？おじさん。太一、あいつ最近よく見かけるよな。
誰なんだろう。知らねえ。仲間に入りたいんじゃないかな。行くぜ。行くぜ。
いらっしゃいませ。お待ちしております。いらっしゃいませ。ありがとう。お、
何？勝てると思ってんのか？うりゃあ！うん！おら！うん！
らっしゃいませ。ありがとうね。失礼します。上級生の橋本くん。え？まさか！ちょっと！あなた話があるわよ。今の一体どういうこと？はっきりと言わないとあなた、いや、これはあなた教師でしょ。ですね。一体子供にどんな教育をしてるの？早く良くなってよ。まだまだいっぱい教えてやるから、野球。
どうしたのおじさん、その格好。実は今日から1週間くらい東京に行く。マジかよ。いいな、私も行きたい。そうだよ、一緒に連れてってよ。私も行きたい。聞いてくれ、旅行に行くわけじゃないんだ。どうしても東京に行ってやらなきゃならないことがあるんだ。俺が留守にする間、朝顔には新しい友達に来てもらうことにした。サキだ。訳あって話をすることができない。マジで？今サキのお父さんは怪我をして病院に入院している。だからしばらくの間うちで預かることにした。どうだお前たち、仲良くできるか。当たり前じゃん。よろしくね、サキちゃん。よろしくな。はじめまして。よろしくね。私、エリック。俺、タイチって言うんだ。よろしくね。よろしくな。俺、ミツオって言うんだ。俺、コウジって言うんだ。ないな。置いてかないでよ。ん？